いやっほ、ムケオです。このチャンネルは私、平成元年生まれムケオがロレックス駅伝で GMT 抹殺を購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。ひとかは、ムケマス金ムク持ってるけどね、最高です。というところで、今日につきましては1ヶ月使用してみた GMT 抹殺を1ヶ月使用してみた時のそのレビューを、ちょっとしたいと思います。結構ね、いろいろそういう YouTube の番組あるじゃないですか。ね、Apple Watch 紹介してみたとかね、iPhone 紹介してみた。違います、あんな安いモデルとは違います。こちら405万200円となっておりますから、それを1ヶ月使った男の、ちょっとね、気づいたことをね、ちょっと紹介していきたいなというふうに思ってるわけでございますね。はい、それではいきたいと思います。まずね、これ GMT マスター2、126715ね、CHNR なんですけれども、ちょっとね、やっぱ金目だからちょっとやっぱ重いんですよね。でもそれが最高なんですよ。金無垢ね、金無垢の宇宙のビッグバンで、この宇宙中にね、散りばめられたその金のね、息吹みたいなのが感じる、その重さを感じれるっていうのはもう最高なんですよね、これね。で、やっぱちょっと重みは感じるんですけど、私こっちのね、タグ本屋持ってますから、まあ、こっちも重いんで、まあだいたいそれと同じぐらいの重さはやっぱね、グッと、ここも分厚いんですけど、まあ感じるなっていうのはあります。やっぱね、ロレックス正規店とか平行店に行った時に、結構安いモデルがあるじゃないですか、ステンレスの、ああいうのつけると、あ、軽いなーって、軽いなーっていう風に思うんですけれども、でもね、やっぱこれ金の重みをしっかり感じれるね、最高の一品であるなというのはね、1ヶ月使ってね、思いました。毎日ね、私寝る前つけておりますので、そのやっぱ重みが最高っていうところでございますね。はい、まず、はい、そのことをね、気づきました。で、続いてなんですけど、このクロマライトあるじゃないですかね、クロマライト、ブラックライトをこう当てたらすぐ光るんですよね、このね、クロマライト夜光についてはすぐ光るんですけど、なんかね、それに関してはすぐ消えるんですが、気づきましたよ。私ね、時々夜勤の時にこれね、つけてって仕事するんですけれども、なんかね、徐々に光り出すんですよ、青くなり出すんですよ、このクロマライトがね。で、徐々に青くなってきて、でもうね、その蛍光灯の下でも、あ、なんか光ってんなっていうのが分かり出すんですよ。いや、マジ来たな来たなというところで、はい、そこで電気消すじゃないですか、パチンって。マジかっこいいですからね、マジ。このね、ここがこう光、あ、もう今も光ってんじゃん、分かりますかこれ。いや、かっこいい、あ、すげえ。そう、まあ、こんな感じね、あ、来た来た、光るんですよ、これがね。しかもそのずっと外でやってるわけとかじゃなくて、部屋の中でも光り出して、めちゃめちゃかっこいいんですよ。それが電気消した時、そこで震えるなっていうのがあります。あ、こうすれば見えんだ、あ、すごいですね、震えるなっていうのがあります。そのかっこよさね、クロマライトのかっこよさ、これも感じました。でやっぱね、これキャリバー変わって70時間リザーブじゃないですか。で、まあね、2日ぐらいもしつけなかった時にね、こうね、金庫の中からこれ出すんですよね。そしたらね、動いてるんですよ、針が。けなげに動いてるんですよ。なんかね、ちょっと涙出そうになりますね。やっぱ、こっちはね、48時間なんですよ、この彼らの方は。で、こっち70時間だから、もうなんか、イメージ的にはもう絶対止まってんだろうなって思う時に、こいつね、動いてるんですよ、けなげに。いや、すげえな、やっぱ。ちょっとちげえなっていう、やっぱ違いがあるなっていうのはね、やっぱ感じちゃいますね。いや、まだ、あ、動いてんだねっていう、ほら、こんな感じで、チー言うて。いやいやいや、これに関してはね、結構感動もんですよ。はい、そこに関してもね、すごくね、すごいなというふうに思いました。でね、結構ね、この GMT ユーザーの方が言われるんですけれども、このベゼルの時間あるじゃないですか。このベゼルって、24時間だから、ちょっとね、酔っ払った時とか見間違っちゃうっていう意見があったんですよ、こう買う前に。あれ、今これ今2時じゃないですかね。でもね、こっちを2時なんだけど、ほら、ここ4時指してるから、なんかあれ4時じゃねみたいな思うとか言ってたんですけど、いや、そんなことないっすね、どんだけ酔っとんねんって、そんな言うやつどんだけ酔っとんねんっていうところになるんですけど、まあね、そういうのは別に気になりません、私は気になりませんっていうところになります。
はい、で結構そのこれにね強烈な光を当てる時とかあるんですよ。LED ライトとかねを当てるとこれね結構意外とねやっぱイエローゴールドなんですよね。イエローゴールド感があるなっていうのは思いました。トラとかライオンってあれ結局猫じゃないですか。なんかそういうイメージ、結局金なんだろうみたいなところ、結局金なんだよねこれ君ねって、プラチナ入ってイエローゴールド特許取ってるけど結局君は金なんだねっていうのを感じることができます。そういうね最高の一品でございます。あとこっちはねちょっとねちょっとマイナス的なあれになるんですけど、こうあれじゃないですか、こうブレスね、ここねやっぱねもう多分ね見てわからないとは思うんですけど、目に見えない無数の傷みたいなのね、やっぱ何やってても入りますね。まあ、全然これに関してはロレックス持っていけば消せるらしいんですけど、やっぱりこのねここのポリッシュ仕上げのとこについてはやっぱりね無数のね傷がねちょっとねついちゃうかなっていうのはありますね。まあ、これはちょっとやっぱ仕方ないし、まあ、別にそんな気にすることでもないんですけど、なんか無数の本当無数目に見えないけどこう光こういう風に当てるとあちょっとね傷あるなっていう風には思いますね。だから一応私ね傷結構つくんで ここにはフィルム貼ってます。はい、そんな感じなんですね。ここにはちょっとやっぱ無数の傷はつくけど、まあ、そんな気にするもんじゃないよっていうところでございます。やっぱね私ちょっと結構まあ大事にしすぎなとこがやっぱまだあるんでね、まあ、今後はやっぱね金向こうとしっかりこれをねつけていけるようなどこにでもつけていくようなそういう男にならないといけないなというふうには思いますね。あとねやっぱこうちょっとお手入れする前にこのやっぱサイクロップレンズのねここのこの辺がねちょっとお手入れしづらいかなっていうふうにはちょっと私気づきましたが、まあ、別そんなもんはね細かくねここにやればいいかなというのはあるんですけども、まあそういうふうな気づきがありましたね。で次はね最後こっちのバンドのここあれじゃないですか、ここあれじゃないですか、ここがねちょっと意外高級感がありすぎるというかちょっと硬いんですよ。だからちょっと怖いんですよ。まだそういうブレス伸びみたいなのが多分ないと思うんであれなのかもしれないですけど、ちょっとねこの辺がね硬いかなというふうに思いますね。これまあ使っていったらどうなんだろうな、やるまあね使いやすくなるのはそれは当たり前なんですけど、ちょっと今の時点でちょっとまだこことか硬いな、なんか油刺したいなと、もう刺しすぎるとあれなんだろうけどなっていうのはあるんですけど、ちょっとねしっかり作ってるイメージでちょっと軽く硬いかなというふうなところは思いました。まあそんな感じですね。まあとりあえずはもうマジ最高っす本当に。なんかね一日の疲れをねこれ見てね、はあ、最高やなってね思える日々がね続きますよ本当に。ね仕事終わり、まあその仕事でね私その職場ではこれあんま言ってないんですけど、400万の時計結構バッグに入れてねケースに、まあ、こういう風なケースに入れて、これタグホイヤーなんですけど持ってくんですよこれを。で夜ねみんないなくなった時これをつけて仕事して一人でニヤニヤするっていうねそういうイメージですね。いやーでもねやっぱね本当にねなんかねやる気が出ますねこれ本当に。これつけてやってるとマジねやる気がっていう、まあ、これパクリになるんで本当にね最高。なんかね惚れ惚れするっすね毎日つけて、よし今日も頑張ろうみたいな。結局やっぱ今まで私がねお金貯めてこれ買ったそのなんていうんですかね私の人生みたいなとこあるじゃないですか。だからねこれもうほんと最高で、もうねもうなんかもう言葉じゃ伝えれないんですけどやっぱやる気が出るっすね本当に。団長さんじゃないですけどやっぱやる気が出るっす。これつけていろいろやってたら本当ね仕事も頑張ろうというふうにね思えますね。まあそんな感じでちょっとね結構やっぱこういうね400万高いやつをレビューできる男ってやっぱね、数少ない私みたいなムケムケオッケーのムケムケさんみたいな人しかいないとは思うんですけれども、いやーでも最高っすよ本当に。いやもうね、私が気づいたのは今のところ気づいたのはこんな感じですけど、もっと最高ですから、もっといろんな発見が今後ねこれにね
ついてくるでしょうから、私はまたそういう気づいたらね、2ヶ月目3ヶ月レビューとかね、やっていきたいなというふうにも思っております。まあ本当にただ一言伝えたいのは、ロレックス最強やでっていうところで、転売とかすんなよっていうところを私はね、皆様に伝えたいと思いました。まあそんな感じですね。ちょっと今のところ私ムケオがね気づいてるのはそういうところでございますが、まあ引き続き、この特権に対してね、何か気づきがありましたら皆さんの方にね、レビュー伝えていきたいなと思います。それでは皆様ね、時計をね大事に、やっていっていただければと思いますので、よろしくお願いします。そんな感じでおつむけ